皆さんこんにちは。レック専任講師の横溝です。暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。まあ今は東京も感染者がとても増えてしまっていてですね、しかもなかなか簡単に入院ができないような状態というので、まあ実質ね、ちょっと医療崩壊しかけてるような状況にまでなってしまいました。まあなかなか落ち着かない日々を送ってらっしゃる方も多いかもしれませんね。全国的に感染が拡大しておりますので、まず今年無事ちゃんと試験を受けるというためにも、まずはね、今まだ感染していないんであれば、感染しないように、気をつけていただくしかないですし、もうすでにちょっと感染しちゃってる人がいたら、早く治るようにというかね、まず健康のことを第一に考えていただくしかないかなとは思っておりますが、さて、今回ですね、まあそんな夏のこのなかなかね、勉強も集中しづらい時期ではあるかもしれませんけれども、こちらですね、はい、毎年恒例の合計56点アップ道場なんですが、まあ、いよいよ配信がスタートしております。こう画面をずっとスクロールしていくとですね、もう実は憲法はすでに7月16日に配信がスタートしておりますので、もう見れる状態です。それから民法と商法会社法のそれぞれの20点アップ4点アップが8月20日に配信がスタートということで、すでに収録は終わっております。まあ、これからは9月の17日の行政法と10月に入ってからの一般知識が順次リリースされるということになりますね。まあ、憲法に関しては判例チェックシートと一問一答シートという2つの教材を使いながら、まあ、受けているだけじゃなくて、受けた後判例集で使える、そういうような教材になっておりますし、また民法20点アップ道場はこれはケーススタディをたくさん入れてですね、全90ページの結構分厚いレジュメになっておりますが、改正点中心に民法の条文がですね、実際にどういうケースで使われるのか、そのやはり事例に当てはめた時にどう考えたらいいかっていうのをしっかり勉強できる、そういう教材にしてあります。それから商法会社法4点アップは本当に、最小限の努力でね、最大の効果をということなので、まあこちらは一問一答形式のレジュメだけでお話をするということになってます。まあ、行政法16点アップ道場は毎年恒例なんですが、丸抜式とはまた違う一問一答形式の本当にクエスチョンですね、 Q&A 方式で、皆さんにいろいろと聞きながら話をしていく全5回の講座なので、まあ総論、地方自治法、手続き法、不服審査法、国賠、あとは事件訴訟法とね、見ていきます。まあ、国賠はちょっとおまけみたいな感じに毎年なっちゃってるんですけれど、まあ、前後回でそれらの話をしていきます。ですからここの56点アップ道場は受けただけではなく、受けた後の直前期の勉強に役立つ内容になってますので、そのレジュメを使い倒すってことがとても重要だ、そういうふうに考えてもらえるといいのかなということなんですね。まあ、とにかく今は非常に感染が拡大してしまっている状況で、全国どこでもみんなそうですね、まあ、オリンピックが悪いわけではないんだとは思いますけれど、まあ、一つこう人手をね、誘発する原因にはなっちゃってるのかな。ただ受験生である以上は、まあ、オリンピックを見るなとは言いません。私も実は陸上競技は好きです。ですから、例えば女子の 1500m とか女子の走り幅跳びとか、男子だと三段跳びですね、まあ、男女ともに三段跳びが一番好きなんですよ。ホップステップジャンプってやつね、三段跳び、まあ、実際に女子の三段跳びではワールドレコードが出ていたりもしているわけで、まあ、とてもね、それはそれでいい気分転換にはなります。まあ、もう嫌っていうぐらい、翌日とかその日とかにダイジェストで流してくれるから、そういうのだけでも見て、ああそうなんだと思ってまた勉強するとかでもいいと思うんだ。別にオリンピックの悪だとは言いません。まあ、一生懸命やってる人たちのことを見て何か感じるものがあるなら、それはそれでいいんじゃないかなとは思うし、もう単純にシンプルに気分転換ということで使うというのも一つの手だとは思います。まああとは実際に、
この感染に気をつけながらね、日々の勉強を過ごしていく、今のところですけれど、そう、あと50日の過ごし方ですが、まあ、YouTube ライブ配信でやろうと思ってます。で、教室に人を入れるかどうかはまた、その時の状況でね、9月に入ってから考えたいな、落ち着いてるといいなっていうのはありますから、感染が落ち着いてるようであれば、そういうようなお客さんを入れての、まあ、YouTube ライブ配信と両方って形のね、実施の仕方も考えております。まあ、なかなか、本当にね、今まで去年から見てきて、今が一番多分状態が悪いとは思うんです、このコロナのことに関しては。だから、まあ、そのあたりね、まあ、すごく気になる人も全然気にしてない人もいろいろいらっしゃるんだと思うけれど、まあ、私はどちらかというと結構気にしてる方かもしれませんけれども、まあ、そうだとしても、どういう立場でいるとしても、今年の試験ですね、に向けて、まあ、やっぱり今踏ん張り時ですから、あと100日ぐらいの時期なのでね、そうなるとやはりそこのあと100日ぐらいの時期で、まあ、独学の方も普段講座受けてらっしゃる方も、よくその予備校さんの講座受けてる方もね、関係ないですよ、行政書士試験を受けるということであるならば、ぜひ、こちらですね、改めてもう一度出してみますが、56点アップ道場と言われるもの、よかったら活用していただけるといいのかな、そういうふうに思っております。さて、まあ、そんなところですね、ちょっともう一踏ん張り、していこうということですかね、私もこの後今日もまた収録をしますので、その教材が皆さんにこう届くことをね、期待しながらお話をしていきたいなと思います。お互いに、健康に気をつけながら頑張って、いきましょう。まだまだ勝負はこれからということですね。ではまたお会いしたいと思います。